ます。臼木ゆかです。地域によって呼び方が違うものってありますよね。全国的にはこう呼ばれているけど、一部地域ではこう呼ばれていますみたいな。ということで今日は新潟でも特有の呼び方をしているものがあるので、それをご紹介していきたいと思います。それでは参ります。これなんていう？新潟ではこれ、ご飯を盛ると言います。先ご飯持っといてみたいな感じですかね。関東圏を中心にご飯はよそうを使っているようですよね。まあ、よそう以外にもよそるだとか継ぐというふうに使っている地域もあるみたいなんですが、新潟は主にご飯を盛るを使っている地域です。ご飯の盛りがいいねっていう言葉があるので、あまり違和感なく使ってますね。続いてこれなんていう？まさにこのことですね。 4,5 日前に蚊に食われました。関東圏を中心に一般的には蚊に刺されるが使われています。一部では蚊に噛まれるなんていう風にも使ってるんですが、新潟は蚊に食われます。まあでも食われるってよくよく考えるとすごいですよね。食われてるんですよ、蚊にガブッと。だと蜂には刺されると思うんですよ。アブには噛まれるかな。蚊にはね、食われるんですよ。続いてこれなんていう？メロディオンですよね。で、今うんうんとうなずいた方は新潟県民です。これ総称は鍵盤ハーモニカです。ただ一般的にというか大多数の方はピアニカって答えるそうなんです。まあメーカーさんによる違いなんですね、これ。で、メロディオンはどこが作っているのかと言いますと、鈴木楽器製作所さんという静岡県浜松にある会社が作っていて、新潟じゃないんですよ。でも全国的に見てもメロディオンと答えるのはほぼ新潟県民という、まあ新潟での営業頑張ったのかなってところですかね。もしなぜメロディオンが新潟で爆発的に普及しているのか知ってる方いたら教えてください。私はメロディオンで育ちました。続いてこれなんていう？以前も動画で紹介しましたが、新潟ではこの大きな紙のこと、発表会なんかで使いますよね。太陽紙と言っています。一般的には模造紙と呼ばれているものなんですが、諸説あるんですが、和紙に対して大きな用紙だから太陽紙というふうに呼ばれているそうです。続いてこれなんていう？これね、新潟でも一部地域、そしてなぜか我が家もずっとそう呼んでました。タビオ。総称は絆創膏です。私も絆創膏っていう時もあります。ただ昔の呼び方サビオだった気がするんです。で、メロディオの時と同じでメーカーさんが出している商品名です。それが地域にどれだけ根付いているかで、その地域での呼び方が違うんですよね。絆創膏以外にカット版、傷版、バンドエード、それぞれ呼び方があるみたいなんですが、なぜか我が家はサビオで、このサビオは北海道と新潟の佐渡地域、本当一部地域で呼ばれていたみたいで、我が家でもずっとサビオって呼んでたんですよ。で、このサビオしばらく販売してなかったんですが、2020年復活したらしいです。今度ドラッグストアに買いに行きたいと思います。はい、ここまで新潟特有の呼び方をご紹介してきましたが、ここからはもう地域がもうさらに狭まって、もう新潟とか関係ないです。学校単位でこう言ってたんですよっていう私の昔の思いで紹介させてください。共感してくださった方もしいたら、同じ中学小学校の可能性が大きいです。いきますよ。このゲームなんて言います？みんなが両手をこうやって出して指をこう上げて、上げた本数を当てるっていうゲームで、こう一斉のせとか、まあいろいろ呼び方があるんですよね。指すま1とか指すま2とか、
私は小さい頃これチッ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 バリチッチッって言ってたんです。これ掛け声だけでルールは一緒です。チッ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 バリチッチ1って言って1上げていたのが、私一人であれば引くで自分の手がこうなくなっていって抜けていくっていうものなんですけど、チッ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 バリチッチって言ってた方いらっしゃいますか？それではもう一つ、これも私が小学生の頃に言っていた掛け声なんですが、グーとパーで分かれる時の掛け声なんて言いますか？なんて言いますか？まあ聞いたことがあるのはグーとパーで分かれましょうとか、グッパグッパグッパパーみたいな言い方なんですけど、私ですよ、私が小学校の時は、いきますよ、聞かないでね、いくよ、グーログーログーロパって言ってました。共感してくれる方いるかな。なんでかね、グーロなんですよ。で、グーロって言ってて最後パって言ったら圧倒的にパー開く率高いと思うんですけど、まあ、これでグーかパーを出して2組に分かれるっていう。共感してくれる方いるかな。共感しなくてもいいんです。もしだったら あなたは小さい頃グーとパーで分かれる時、あとこの遊びなんて掛け声かけて遊んでたか教えてください。コメント欄お待ちしてます。さて、いかがだったでしょうか？分かるわーと思ったことあった方高評価、へーと思った方も高評価お願いいたします。以上、ここまで臼杵ゆかでした。おはようございます、臼杵ゆかです。一部終わり。